中ですよ皆さん、大丈夫ですか。はい、春の龍神祭を開催しております名古屋ドームですが、今日はですね、漫画グラゼリとのコラボレーションということで、早速漫画グラゼリの原作者の方をお呼びしたいと思います。グラゼリとは週刊モーニングで掲載中のですね、野球漫画でございます。グランドにゼリーが落ちて、この造語でグラゼリでございます。お呼びいたしましょう、原作者の森高裕二さんです。よろしくお願いします。どうぞ皆さん盛大な拍手でお迎えください。よろしくお願いします。さあ森高さん、たくさんのドラゴンズファンに囲まれての今の心境というのはいかがですか。驚きました。驚きましたか。ちょっとアウェー感がありますけれども、グラゼリ的には。いや、僕は今日から中日ドラゴンズファンになりました。はい、森高さん、よく演歌歌手の方が名古屋は第二の故郷ですっていうような感じで、もうドラゴンズファンに。ちょっと今発言軽すぎましたね。漫画グラゼリ、皆さんお読みでいらっしゃる方もいると思いますし、知らないという方もいるかもしれない。あ、持ってる。ありがとうございます。主人公が権田夏之介というリリーフピッチャーで、まあ、スパイダースというチームに最初所属するんですが、あれが一応ヤクルトの設定なんですよね。そうです、それをイメージ展開しておりますけどね。はいはい、森高さん、ヤクルトファン。そうです。あら、スワローズファンも結構いる。だって今日ヤクルト戦ですからね。あ、そうですね。ここでカープファンがいたらよっぽどドラゴンズか ヤクルト好きという。はい、そうですね。僕はヤクルト、と中日の、はい、ダブルインカムでこれから生きてきました。さすがグラウンドと漫画に銭が転がってますね。ダブルインカムで、はい、あ、そうですか。ただ今権田夏之介は巨人を想定したモップスというところにいて。そうですね、僕ね、巨人も好きなんですよ。森高さん、結構気が多いですね。僕はプロ野球全部が好きなんで。そうですね、そういうことなんですよ。はい、そして大好きなプロ野球、今日はですね、森高さんに華々しくそのオープニングを飾っていただこうということで、この後サンジプレーボールの中日東京ヤクルト5回戦、吉見が投げる前に森高さんが始球式を行います。行き始めさらしに参りました。名前まで。森高さん、この日のために練習はされましたか。僕で昨日50球投げてきました。おお、1球投げるために50球。投げすぎじゃないですか。大丈夫ですか。ちょっとやばいですよ、肩が。はい、え、どこでトレーニングしたんですか。それはね、バッティングセンター近くにあるんですよ。バッティングセンターってバッティングするところ。バッティングセンターで投げれるところもあるんですよ。あ、バッティングセンターでわざわざ投げてたんですか。はい、そうです。へえ。今日の CBC の解説の山田久志さんスタイル。お、ということはアンダースローを練習してきました。アンダースローで投げる。球種は。球種は自然な進化という。普通に投げたら自然に沈むってことですね。これ山田久志投手もシンカーがね。そうです、決め球でした。あ、もう本当に CBC に寄せていただいてありがとうございます。そのうち私がグラゼリに出てくるんじゃないかと思うんですけども、ぜひご検討していただいて。わかりました、よろしくお願いいたします。さあ、そのグラゼリといえばですね、森高さん原作でもう大人気の漫画なんですけども、権田夏之介主人公がですね、キッチン味平というところで食べている唐揚げチャーハン、この唐揚げチャーハン、漫画の世界ですから二次元のものを、なんと名古屋ドームの開発の関根さんにご協力を得まして、今回三次元に実写いたしました。こんな感じでございます。しかもこれをですね、今日からシーズンの終了まで名古屋ドームで食べられる。すごいですね。ということで開発の関根さんにもご登場いただきましょう。よろしくお願いします。どうぞどうぞ中央に。さあ、関根さん、この開発する上で大変だったことってどんなことですか。そうですね、原作にある通り、こう唐揚げとチャーハンでこう止まらないというような味付けを、再現しようと思って、そこら辺、はい、チャーハンと唐揚げはもう止まらない。こうチャーハンの味付けや唐揚げの味付けで、その止まらないところで苦労した点というか、こういうものを入れたとかって何かあるんですか。そうですね、オリジナルアレンジになってしまうんですけど、はい、スイートチリソースをちょっとかけさせてもらってですね。チリソース、はい、もうちょっとそのチャーハンと相性が非常に良くて、はい、森高さん、実際にこの唐揚げチャーハンを書かれた方ですから。これ僕が発明したわけじゃなくて、割と中華亭紹介さんに来たありがちなメニューなんで、はい、鉄板の組み合わせということで、これはある程度うまいこと作っていただければ、はい、何でも美味しく召し上がれるようになるかというような。森高さんもチャーハンや唐揚げはお好き。
僕はですね、これ昔通っていた定食屋さんに本当にあったんですよ。唐揚げピラフっていう名前で、へー、これは両方ともですね、もうなんていうんですかね、味の抑え加減がいいお店だったんですよ。あ、抑え加減、そうですね、これ両方結構味が強調しちゃう、強いと、はい、お互いがこう喧嘩しちゃうんですよ。あ、唐揚げとピラフ、はい、だからこのマッチングですよね、どういう感じで、はい、2つをバランスさせてるか、はい、それを今日期待させてもらってさあ、それでは森高さん、その抑え加減も含めてですね、実食いたしましょう。はい、これは私のところにもありますので、森高さん、ぜひぜひ森高さんから、はい、あ、じゃあちょっとすいません、座らせていただきます。いや、こんなもう何百人の前でですね、唐揚げチャーハンを食べるのは人生初でございますし、今後もないかもしれません。ぜひ皆さんもですね、この唐揚げチャーハンを2番ゲート入ったところにあります名古屋ドームのデラポテ、デラチキで900円で販売しておりますので、ぜひ食べていただきたいと思います。お、さあ、それではどうぞどうぞ。森高さん、まず唐揚げ、本田夏之助がこよなく愛する唐揚げチャーハン。唐揚げは食べて、唐揚げの味が来る。お、いいですか。あとはチャーハンとのマッチングですね。相性ですね。はい、さあ、この2つがね、あまり強調しすぎてもダメという、野球のこのバッテリーのような、唐揚げが吉見ならチャーハンは桂です。お、そしてザーサイにも行きますね。ザーサイは審判。審判なんか、審判なの。審判、いかがでしょう。これはもうグーです。おー、関根さん、今日の心境は。とても嬉しいです。ね、ちょっとびっくりしました。お、想像以上の出来上がりというか、はい、これは売れるんじゃないですかね。お、さあ、ちょっとじゃあ私もいただきましょうか。唐揚げ、いただきます。あ、確かにちょっとチャーハンの味付けは抑え気味ですね。そうですね、あっさりしてて、はい、いい感じがしますね。いいですね、いいですね。パラパラ加減もいいですね。そこに唐揚げ、あ、この唐揚げにですね、チャーハンの米がまとわりついているという。あ、皆さん、華やかなチアドラのダンスの後にメガネのおっさんが食べるシーンを。すいませんね。あ、このちょっと甘辛ピリ辛ソースがチャーハンの米にまたうまく合いますね。唐揚げもジューシーで美味しいです。ぜひ皆さん、デラポテデラチキでこの唐揚げチャーハンご賞味いただきたいと思います。よろしくお願いします。これは僕に売れたらロイヤリティは入るんでしょうか。森永さん、お金の話好きですね。ロイヤリティは、あ、これはですね、よく分かりません。僕は分かりませんけど、はい、ぜひ皆さんご賞味いただきたいと思います、はい、さあ、それではちょっとこれを下げていただきまして、さらにですね、これからのトークショー、花を添えていただく方々をご紹介いたしましょう。森永さん、グラゼニはスタートしてもう5周年。あ、そうです、もう5年になりました。はい、5年になりまして、はい、もうずっと毎回毎回、ご覧になっている方もいると思うんですが、そのグラゼニ5周年で、ドラゴンズは80周年ですけれども、グラゼニ5周年を記念いたしまして、グラゼニのことをもっともっと皆さんに知っていただこうということで、特別アイドルユニットがこの度結成されました。グラゼニ女子でございます。総勢10人いらっしゃるんですが、このうち今日は6人の方に名古屋ドームに来ていただきました。グラゼニ女子の皆さん、どうぞステージでお上がりください。いやー、堂々と巨人のユニフォーム着てきますからね。森田さん、じゃあ一番向こうに、はい、巨人じゃないです、ね、これモップスですからね。ボンダ選手のユニフォーム、はい、これボンダ夏之助のユニフォーム、はい、ボンダです、はい、今森田さん言っときます。アイドルユニットではございません。アイドルユニットではない。アイドルユニットではございません。PR 舞台。あ、PR 舞台で、はい、ついついアイドル顔負けの皆さん、美しい、容姿端麗な方々ですが、まずアイドルと言ってしまいました。あ、モーニング市場ではルックスが微妙と言われております。あ、モーニング市場、ルックス微妙と。はい、あららら、そんなことはない。それでは一人ずつ自己紹介お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。はい、スエツグバリノと申します。私はこの中で言ったら何担当なんですかね。野球を見るのがすごく好きで、これカメラ、自分のカメラなんですけど、これを持って年間90試合ぐらい見てます。はい、あ、今日ドラゴンズとスワローズの試合が名古屋ドームで行われますが、はいはい、ドラゴンズでスエツグさんが一番好きな選手。いや、まだ何も言ってませんよ。恥ずかしい。恥ずかしいです。あ、はい、でも、はい、勝
桂伊織選手がすごい好き。あ、桂ファン。あ、パラパラと、ありがとうございます。おいいとこつくね、お姉ちゃんっていう感じで私あの桂選手と同い年なんですけど、ほうほう、桂選手のこう今までの軌跡とかを見て、はい、去年のね、はい、ホームランとか、うん、去年のホームランとかを見てすごいいいなと思ったので、ね、今日もおそらくスタメンマスクでしょうからね。本当ですか？はい、超楽しみ単なるオタクが一人ありがとうございます。スエツさん、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、さあそしてお隣です。はい、皆さんはじめまして、ドクラゼニ女子の一応高校野球担当の、はい、セリレイナと申します。特技はあの選手権大会の優勝校第1回から暗記していることです。はい、すごいですね。本当に高校野球をずっと見に行くのが好きで、実際高校野球甲子園に見に行くこともある？あります。今年も選抜行ってきて、あとあのドラ1で入りました小笠原くんも去年甲子園でバッチリ活躍を見てきました。となるとドラゴンズでセリさんが一番推してる選手はやっぱ小笠原投手？そうですね、やっぱりこう活躍期待したいですし、でもね、今あの高橋周平選手が活躍してて、はい、あの幼馴染で同じチームになるっていうことにちょっと感動して。え、高橋周平選手と小笠原選手って？あ、そうですね、はい、そうなんです。はい、そうかそうか、うん、その縁もあって、はい、なるほど、甲子園、はい、え、皆さん、例えば第何回大会とかで急に行きましょうか？嘘何がいいですか？あ、森高さんの高校3年生って第…昭和何年？そんなことはもう分かりませんけれども、昭和何年ですか？僕あの昭和38年生まれの52歳の。ってことは38回大会なんですよ。夏の甲子園の大会の回数と昭和何年というのは合ってるはずなんですか？これ1915年から始まりましたから、はい、38。あ、じゃあ僕があの高校3年生の時 の, あの甲子園優勝チーム、お、昭和57年。57年、昭和57年、はい、で何回大会だ？一からちょっと1回1回、あの優勝投手は近鉄に行きました。お、優勝投手近鉄に行った。ちょっと第1回大会が順番に数えていっててもいいですか？セリさん、弱い。はい、これで試合終了後に発表したいと思います。それは答え今言っちゃった方がいいんじゃないですか？どうぞどうぞ。それは金村、はい、お、報徳学園。報徳学園、あ、出た報徳学園。ちょっとグラデーションの弱さはちょっと今露呈しながらちょっと第1回大会順番で覚えてるんでちょっと指導してきます。第1回から言ってる時間がないから、時間がない、実力を出す瞬間がないっていうということですね。じゃあお隣行きましょう。はい、お名前は？豊島若菜です。こんにちは。豊島さん、なんとご出身は？ありがとうございます。あ、名古屋です。名古屋なんですよ。名古屋なんです。ねえ、え、じゃあ名古屋ドームも来たことはあるんですか？そうですね、ちっちゃい時にお父さんと一緒によく来てました。あ、そんな頃に好きだった選手は誰ですか？私ずっとヤクルトファンなんですちょっと待ってください、逆に珍しいですよ。名古屋の出身でヤクルトファン、ヤクルトファン、ヤクルトファン。え、何がきっかけでこの環境でヤクルトを好きになったんですか？そうですね、あの高津選手が、あ、ピッチングコーチの今、はい、大好きで、はい、あの面白い方だなっていう印象で、そこからもうずっとアイドルっぽい感じで追いかけてて大好きで。あ、そうなんですか？そうなんです。へえ。なのでごめんなさい、私中日ファンではないんです。わ、いいですね。D ステージで、多分ね、これ D ステージ始まってもう20年近くありますけども、私、中日ファンじゃないですって堂々と言ったのは、豊島さんだけだと思います。でも、あの、もうちょっと考えるグラジル女子っていいですね、この醸し出してる空気全体も微妙でいいですね。そうですね、でも、はい、でも、お、来た。おじいちゃんが中日ファンだったんですね。なんとか出してきましたね、おじいちゃん。なので、大好きですよ、中日。歌も歌えます。あ、そうですか。歌います、歌います。おじいちゃんは歌を歌えると。いや、私も歌います。あ、ちょ、ドラゴンズの歌を歌ってくださいよ。ドラゴンズファンじゃないけど。恥ずかしいから、それどっちなのそこまで来たら歌ってほしかったです。実は4歳のお子さんをお持ちのママでいらっしゃる。はい、そうなんです。はい、得意な乗り物はママチャリです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、お隣行きましょう。お名前は？久里あさみと申します。久里さん、はい、はい、初めてでとても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、久里さんは何をやってて、今何をやってるのかご紹介していただいていいですか？今役者をやりつつ、プロレスもやっております。プロレスの試合でこの前初負けをしました。はい、おー、え、何戦戦って初負けだったんですか？まだ私デビューしたくて3戦目で。びっくりした。もなんか3連勝、何十連勝もしてて初負けっていうのかと思ったら3回目で負けたんですね。でも3連勝ってすごいんですよ。あ、すごい、すごいですね。3連勝して4試合目に負けたの。もともとは何をしてたんですか？もともとは
師とかトンドラマ作る仕事とかなんかいろいろしてました。イルカの調教師から役者になって今プロレスラーをしていると、はい、千里さんあなたは一体どこに向かってるんですか。そうですね、まあなんかこう好きなことに全部飛びついていきたいな、はい、あ、そうですか、はい、だからね、グラグラ女子としては美味しすぎるんですよ。お、プロレスラーっていうところ、はい、もうそれだけで即採用。あ、採用。はい、もう野球とかあんま関係ないけど、もう女子プロレスラーっていうのが一番美味しいじゃないですか。美味しい美味しい。でも私はビジュアル担当かなと思ったら、いやプロレス担当だよみたいな。いやもうそれはどっちビジュアル担当なわけがないじゃない。いやいやいや、森高さん厳しいですよ。それはちょっとすみません、言い過ぎました、はい、二刀流でいきましょう。二刀流でね、プロレスもやってるという千里さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、そしてお隣まいりましょう。はい、じゃあ皆さん一緒にお願いします。はい、いきますよ。今日も萌え萌えホームラン。はい、グラデニ女子の萌え萌え&セクシーファンタンマリリンこと望月まりです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとう。殺意が芽生えた方はグッと我慢してください。先生、私も今初めて見ました。あの、打ち合わせなしで言われても困るんですけども。萌え萌えホームラン。あ、そうです。はい、あの、萌え萌えパワーで選手さんたちにいっぱいホームランを打ってもらおうっていう感じです。おー。いや、いいです、いいですよ。もうね、怒りの拳をぐっと抑えて。いや、でも、あの、現役のグラビアアイドルでいらっしゃるんですよね。そうです。普段はグラビアのお仕事をさせていただいてます。で、こういうふわっとした雰囲気なんですけど、実は野球もやってらっしゃる。そうです。で、学生時代ずっとソフトボールをやってまして、はい、でも9番ライトでギリギリだったんですけど。あ、ギリギリで。はい、で今も草野球やってるんですよね。今も、はい、草野球やってます。で、まあ、ソフトボールの時には9番ライトだったけれども、今は何番でどこ。今は、まあ、9番か8番のライトです。ちょっと成長した。上がった。8番になったこともあるぞという。はい、そうです。今日どうですか、この名古屋ドームに来て。これからですね、はい、彼女たちにはベースボールメイツのお仕事もしていただくということで、球場で審判にボールを運ぶこと、そして CBC ラジオにも出ていただくということなんですが、意気込みはどうですか。はい、もえもえパワーで頑張ります。ぶれないですね、あなた。森高さん、彼女の採用基準は何だったんですか。行き過ぎちゃってて惚れました。行き過ぎてるということで、はい、なるほど、頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして最後、お名前お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あ、もう一回いいですか。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。グラゼニ女子の若菜夏美です。よろしくお願いします。お願いします。お、夏美ちゃん、あれすごい。誰ですか、今名前を呼んでくださった。はい、ありがとうございます。さあ、夏美さん、はい、夏美さんは今何をされてる。あの、私はですね、今現役のラジオディレクターで、普段は裏方をやってるんですけれども、はい、あの、今はアイドルなんですかね、分かんないですけど。放送局は、放送局どこですか。ですね、文化放送の方で。文化放送、関東からお越しの皆さんは QR 文化放送、文化放送、文化放送のディレクターがまさか CBC ラジオに出るという。そうなんですよ ね、 ね、はい、大丈夫でした、文化放送的には。大丈夫ですね、はい。大丈夫ですか。大丈夫です。先ほどのあの掛け声とか、はい、こう盛り上げるところはやっぱりあの前説慣れしてます ね、 すね。ラジオで結構イベントとかもあるんじゃないですか。そうですね、結構喋る機会は、はい、多いです。おお、はい。え、夏美さんは、あの、若菜さんはどこのファンなんですか。野球は。私は一応横浜ファンなんですけど。お、いろいろ行きますね、森田さん。そうなんですよ、はい、本当にいろんなみんな球団が本生チームで、はい、はい、今日の意気込みはいかがですか。名古屋ドームにいろいろお仕事しますか。名古屋ドーム来るの初めてで、はい、私実は読売巨人軍のマスコットガールのチームヴィーナスっていうのをやっていたことがありまして。おー、あ、じゃあチアドラさんと同じようなことをやってた。はい、やってたので、はい、今日本当チアドラさんのパフォーマンスを生で見れるっていうのはすごく楽しみで。おー、はい、うわー、そうなんですね。え、ベイスターズファンだけど読売ジャイアンツのマスコットガールしてたんですか。やってた時はもちろん読売ファンですよ、巨人ファンだったんですけども、はい、ラジオの仕事を始めてから、横浜スタジアムに中継で行く機会が多かったんです、はい、でその時にすごくもう盛り上がっていて、あ、こんな球団があるんだっていうのですごく惚れてしまいまして。グラデニ女子はあのドラゴンズの敵の回し物。そうですね、違いますよ。ただこれはもっといい言い方をすればですね、今日をきっかけに皆さんドラゴンズファンになる可能性もあるということで、はい、
はい、もちろんです。名古屋ドームの盛り上がりをぜひ体感していただきたいと思います。はい、グラゼニ女子の皆さんはですね、今日ベースボールメイツの、お仕事をしますので、ファールボールが飛んだりボールが足らなくなったら審判にボールを、渡していきますので、皆さんぜひそういう時には掛け声をかけていただきたいと思います。この横浜ファンのくせにとかいう、やつだけはやめていただきたいと思います。もう本当にやめてください、へこんじゃうんでみんな、はい、そして6人全員がですね CBC ラジオのこれから3時からプレーボールしますが、その ドラゴンズサタデーの中にゲスト出演いたしますので、ラジオもお聞きいただきたいと思います。グラゼニ女子の皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと最後森田さん2人でお話をしていただけたと思うんですけども、さあ森田さん、まず始球式、もうあと3時間ちょっとですかね、2時間半後にはやりますが、まず始球式の意気込みを。何時から肩を作ればいいのかなっていうのが今です、非常にこう悩ましいところなんですよ。そうですね、早く作りすぎたら肩が冷えちゃうじゃないですか、はい、そうですね。だから投げる10分くらい前ちょっと調整して、でこの後は森高さんはドラゴンズの選手と、雑誌用に漫画用にインタビューをするということで、はい、どなたとするんでしょう。又吉選手と、もう一人は周平選手。おいいですね。周平選手はあのもうちょっとのところでヤクルトに入るところだったんですけどもね。そうですね、3球団競合でしたから、はい、ぜひともヤクルトが欲しかった。そんなインタビューやめてください。そんなことは言いません。言わなくて、はい、またぜひ週刊モーニングはグラゼニでですね、ドラゴンズのこともちょこちょこ出てくると思います。でもちなみに言うと又吉選手はグラゼニ賞っていうのを独立リーグの時に取ってるんですよ、はい、そうなんですよね、独立リーグではグラゼニ賞というグラゼニの賞金があって、それを又吉としては獲得してるという、たった1万8000円なんですけどね。ああでも大事ですよね、あの独立リーグの選手は、年収が200万あもっと年収1万円ですね。それぐらいですね、はい、ですので、まあ1万8000円も、まあ、あのそれなりのお小遣いだったので、はい、そうですね、ぜひ漫画グラゼリも楽しみにしていただきまして、この後の森高さんの始球式、そして3時からの CBC ドラゴンズサタデーラジオもぜひお聞きいただきたいと思います。今日はどうも皆さんありがとうございました。